正面から見た総門です。かなりこの位置は 上にいます。上から総門を見下ろす形ですが、最初に降りてきて目に入る総門はここです。この下のガレ場を見てください。これは総門の天井から降ってきた石というか、かなり大きな岩です。これからもこの崩落は続くはずです。新しい岩もたくさんあります。できればここには中には入らない方がいいと思いますよ。でも素晴らしい天然の造形物だと思います。